というところで5番目が暗示された機能が EF 外交の感情ですね、はい、この5番目の盲点の機能っていうのが暗示された機能で MBTI でいうところのレッド機能ですと、うんうん、ソシオニクスでは自信があるとかないとか以前にその発想がなかった盲点ですね、まさしくっていうぐらい欠けてる、うんうんうん、意識することもない、もう見えてない、見えてない、はい、で自己実現のためにはでもそれは必要で、うんうん、この機能について話し合うことはとても重要ですと、うん、でまた社会的なニュアンスにも疎いので悪用されるように気をつける必要があります、うんうん、で暗示される FE を持つ人たちは、うん、しばしば過酷な労働に没頭し、うん、楽しみや感情の解放への欲求を満たすことを放棄します、うん、同時に自分の気持ちを自ら公にすることに対して脆さを感じているのですと、うん、彼らはそういうことをしようとすると、うん、悪い感情やストレスが強まって落ち込んだり突然敵視したりしてしまうのですと、うん、感情表現を心地よくさせてくれるような人たちを、そして日々を新しくワクワクしたものにしてくれるような人たちに囲まれることを楽しく思います、うんうん、見知らぬ人たちと関わるときには堅苦しく見えるかもしれないが、自分のことをよく知っている人たちに対しては全く堅物ではありませんと、うん、彼らの振る舞い、この盲点の機能が FE の人たちはラディカルに変化します、うん、冷静で真面目なロボットは突然陽気で温かい人間に変わるのですと、うん、なるほど。で、うん、6番目、動員する機能、うん、これは MBTI では第3機能としてあるんですけども、うんうん、この動員する機能、ソシオニクスでは自分の行動に強く影響を与えているのだが、うん、自分にはよくわからないため、うん、これを主導する機能に持っている他者から学ばないといけない、うん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 、未発達ではあるが日常の簡単なことになら十分にこの機能を使いこなせるようになります、うん、なんでまあ日々使ってるけどよく分からずに出てるっていうところを意識してみるといいよっていうことが書いてありますね、うんうんうん、でこれを機能に持つ人が参考になりますよっていうことですね、うん、はい、ここが内向感覚 SI、 この人たちは他人に楽しい感覚的な体験をさせてあげたり自分がそうしたりすることは苦手ですと、楽しいことについて話すのは好きで、それを聞いた誰かがヒントをくれたり誘ってくれたらいいなと思っています、うん、定期的に緊張したり不安になったりしやすいのですが、基本的にはそういう嫌な感覚を自力で解消することができません。誰かにリラックスさせてもらうか、自分がしていることは本当に自分が必要としていることなのか、うん、本当にそれを楽しいと思えているのか、そしてこの緊張の原因は何だったのかについて誰かに内なる目で見てもらうかしなければいけません、うん、彼らはこの領域では極端に走りがちで、うん、不健康なまでに感覚を失わせるか、逆に不健康なほど感覚を甘やかしますと、うん、うまくやってないってことなんですかね。うまくやってないんじゃないですか。やってるけど、や自然になんかいろいろやってるけど、はい、もうよくわかってないし、まあ、上手ではないって話じゃないですか。なるほど、うん、でもこれを上手にできる人、うんうんうん、SI が色の人っていうことですね、うん、が参考になりますよっていう。なるほど、うん、その人の発言とか何だろう、行動とか。ではすいません、うん、7番目、はい、TE、うん、無視された機能。このソシオニクスの説明では、うん、ブレやすいことを除けば十分に発達しているが、うん、普段は抑圧している、うんうん、望まないコミュニケーションの際には自ら主導する機能を守るために活発化することがあるが、うん、その反面この無視された機能が悩みの種になる、うん、まあパッと出てくるから、その、うん、思わず意識せずにバッて出てくるから、うんうん、これが困ったことになるって話なんですかね、うんうん、でまあまあ頻繁でそんな色ですよね、まあ、色的にはそうです、はい、がTE 外交思考ですと、うん、外部から事実的な情報を探すことに精通しており、うん、情報の目利きには自信があるがデータを集めることはあくまで二次的なこともあって、うん、一番大事なのはデータを矛盾ない論理的な体系に当てはめること、う
彼らにとっては事実と事実の関係を分析することなく事実をただ並べることはくだらなくてつまらない作業なのですと。効率と生産性に価値を感じているが、人が明確な手順に従わず動いたり進めるなら効率や生産性は実現されるわけなかろうと思ってます。あ、なるほど。どうしてもやっぱりこのデータを取り入れるのは得意なんだけど、うん、無視するって話ですね、うんうんうん、こっちよりも、あ、まあ、私の、うん、私っていうところなんですね、うんうんうん、まあ、なのでそれが困ったことにもなるよっていう、うん、ちゃんとここデータにあるよねって話ですもんね。そうですね、うん、データ通りやってくださいっていうところですかね、はい。で8番目が証明する機能が NI 内向直感。この証明する機能というのは主導する機能と同じく強くて発達した機能だが、うん、同時に最も深いところに沈んでいて無自覚激しい怒りとしてその存在を垣間見る以外には自覚することがない、うん、沈んでいるってことですね。怒った時に出てくる、うん、あなたの背後で世界観を形成しているのもこの機能です。なんて、うん、だ、結構影響を与えてるって話ですよね。そうですね、うん、だって怒る時って大事な時ですもんね、うんうんうん、ま、自分を守る最大の時に出てくるもの、うんうんうん、であなたの背景でもあると、うん、はい、表の顔と裏の顔ってことですね、うん、内向直感、うん、現状が将来的にどう発展するかについての議論を難なく理解し、やりたいと思えばそういう議論に貢献することも容易にできる、うん、しかし今自分が興味を持っている領域における可能性を追求することに比べれば大したことない、うん、って感じる。この人たちは自分が進行したいと思えるような、そして余暇活動として取り組みたいと思うかもしれないようなごく一部の特定の宗教に関係していない限り、うん、超自然的な主張は馬鹿げているか、うん、甘い考えとして棄却するのが普通ですと、うんうん、なるほど。こういう人たちから見ると、うん、二等兵は甘い考えなんでしょうね。甘い考えなんですよきっと、はい、でそれに怒るんじゃないですか。なるほど、うん、ハリネズミですね。はい、なんていう、うん、やっぱこの8個にこうやって落としていくと、うん、よりなんか自分が細かく分かるのかななんて、うん、メリメリさん、データを集めるのは2番目、うん、は本当にそうだと、うん、INTP だというとなぜかずっとひたすらデータ集めをしてそうなイメージを持たれるが、うん、あ、なるほど。これ多分 MBTI だと、うん、そう見られるかもしれないんですけど、まあ、でも S の人の方がデータですよねきっと。現実、うん、実際に起こってるデータ最優先ですよね。特に ISTP とか J とか、はいはいはい、なるほど、うん、そうかもしれないですね。でそこに仮説が加わるのが N じゃないですか。N だとまあ自分なりの仮説みたいな、うん、自分の持ってるものですもんね。自分の持ってるものとか思い描いているもの、うん、はい、なんかそのデータから発展させたものとか色をつけましたね。そういう感じはしますけどね。色つけちゃいましたね、うん、はい、なるほど。で、カオル君、物事は TE の効率性よりも、うん、TI の検証が知りたいから使うのがだるいといった形でしょうか、うん、あ、まあそうですね。多分 TE の人は多分効率優先なんですよ、はい、なるほど、うん、いかにこれを効率よく収めるか、はいはいはい、だけど TI の人はもうちょっとこう仕組みみたいな、なぜそうなったか、なぜそうなったかみたいなのが知りたいみたいな。この根本が分かれば汎用できるじゃん、うんうん、いろんなものに使えるじゃん、うんうん、確かに、うん、ソシオと MBTI は別物ですからね、うん、MBTI は有利な面と本当に弱いところ、ソシオは8個すべてを見てる感じですと、うん、ということですね、うん、TI 主機能さんは TE もわりかし使えるけど使う気などさらさらねえってことですねと。でリッスンさんがね、個人的に MBTI にしろソシオにしろ補助機能と主機能で I と E が逆になるというところがなんだかしっくりこないんですよねって。このあれですよね、主機能、はい、I の人は外交を優先するから外交が主機能に来るってことですよね。 I の人は内向が主機能、はい、うん、で
E の人は外交が好きので、多分これ P と J でこっちに来るかこっちに SN か TF かが切り替わるじゃないですか、はい、でその外交の人だと、はい、その外交になったものが好きなのに入ってくるみたいな考え方ですよね。例えば J の人だと T か F が外交になるじゃないですか、はい、でそこに E の人だったら、あで S と N が内交になってくるので、はい、例えば E の人だったらこっちの T と F が好きのになってくる、 I になってくると I の方が好きのになってくるんで SN が好きのになってくるみたいな。僕はもう多分これ図がないといまいち、はい、でまあその色分けされてないじゃないですか、自分の脳みその中で、はいはいはい、この機能はこの赤色は感覚だよ、うんうんうん、こっちの青色は思考だよとかって、うんうん、分かんないじゃないですかそんなの。今何が、うん、僕が今こうやって喋ってるのって、はい、感情なのか思考なのか感覚なのか直感なのかって、うん、でどれで使って喋ってるかは分かんないですね、うんうん、なのでまあ僕これを聞かれると、うん、いいんじゃないですかっていう、うん、本当はこういう、なんでしょう、タイプ論を紹介するところでは、うん、あるまじき発言なんですけどどっちでもいいんじゃないですかっていうのは、どっちでもいいっていうとどっちですかになりますからね。で自分で決めたらいいんじゃないですかって。あ今こう仕組みの話じゃないですか。そう今仕組みだからこんなこと言っちゃダメなんだ。そう、はい、そういうふうに考えられてますっていうのがこう MBTI だったり、ね、訴訟だったりするわけじゃないですか、はい、申し訳ございません。不適切な発言がありました申し訳ございませんでした、はい、MBTI で主機能と補助で IE が逆ってどこから出てきた。僕としては P と J が一番最初に来てんじゃないかなと思ったんですよね、はい、決めたい、決めたい人なのか、まあ決めたい人、 P が認知とか知覚機能、はい、なのでこの P の人はこの知覚とか認知とかを優先しますよ、はい、する人たちですよ。知りたいってことですね。知りたい、知りたいが先にあるんですね、うん、でそうすると S か N じゃないですか、はい、でそれで情報を集めたのをこう T か F で判断するわけじゃないですか。なるほどなるほど。で J の人っていうのは判断機能を優先するんで、判断って分かって立つですからね。そうでそうすると、はい、この基準が、まあ、感情で判断するのか思考で判断するのかですけど、はいはい、まあ、こっちの T か F かがこう強くなってくる。それ分かりやすいですね、うん、なるほど。でそこにこう外交だとその外交がついてる方、はい、なのでこう認知機能の方がこう好きのになってきてみたいな。で内向だとその2番目のその知りたいっていうのは、うん、何を知りたいんですかね。いや僕だとすると僕は知りたいなんですよ、うんうん、どういうことなのかじゃないですか。その近く物事一つは決めたいんで、うん、決めたいなんですよ、うんうんうん、でも、うん、いろんなことは知りたいじゃないですか。その知りたいが知識欲ではないと思うんですよ。なるほど。知りたいっていうのはなるほどなるほど、この判断するための材料が欲しい。あそれはないな。でその材料がずっと欲しいんです。まだこう判断するよくなんか話をするじゃないですか。ここでもあのハワイに行った話とか、はいはいはい、誰かがハワイに行く時、はい、みたいな時にそれってこの前提条件が変わったら答えも変わりますよねみたいなことを僕が言うじゃないですか、はい、そうするともうそんなんどうでもいいじゃん。だからそっちがこの知りたいじゃないですか。その前提条件判断したい、はい、判断するための材料が欲しいをずっと掘ってるみたいな。この状況になったらこっちが変わるよねみたいな。はいはいはい、はい、うん、じゃあやっぱり僕は P ではないような気はするんですけどね、うんうん、だってなんかこの ふわふわって N の部分かっていうのはとかだと ENFJ か、はい、タイプ2かってなるんですよね。タイプ2か、うん、はい、タイプ2かともなるんですよね、はいはい、だとタイプ6なんですよねまあそういう人がタイプ6って言っちゃうと6になるみたいな、はい、確かに内向同士のループや外向同士のループは不健全というユングの心理学の考え方は、不健全という発想ですからねと、うん、J と P の違いに気づいてしまったリッスンさん、うん、ユング心理学は必ず内向の機能と外向の機能をセットにしないと人間は成り立たないという発想ですと、うんうんうん、その後意味付けとして J が判断 P が知覚と後から決めた。MBTI が決めた感じですよね、はい、J と P。 あ、いや、そう、うん、あ、そうですね、うん、リサなんとかさんがユングの機能に J と P を足したやつです、うん、はい、基本的に内向ばっかりの人って心理状態がおかしくなりますからねと、うん、ある程度は健全な状態ではバランスを保っているだろうという考えなのかな、うん、
僕もやっぱね、このずっと落ち込んでるんですけど、はい、やっぱね人と話すとね、うん、内向の人ってどうなんですかね。俺内向なのかな。やっぱちょっと人と話すとね、まあ外向な気はしますけどね。なるほど、はい、ですよね、うんうん、やっぱね一人になると、うん、ギューって潜っていきますね、うんうん、はい、僕はまあ分かんないですけどね。そうですね、どっちも、はい、でも内向の人も喋りませんかとは思いますけどね。喋ります、あの たまには、うん、みんなでね、あこっち来て喋ろうよって話、喋ろうよジョイナースってはい。ユングの場合そのセットは NISE とかなんですが、 MBTI は種と補助にもその相補性を当てはめてみたいなことなんですかね、うん、あそうですと。二等兵さんは外交、体調は外交でも内向より、うん、まあでしょうねと思います、うん、はい、ちょっとソシオニクスはやっぱり、うん、面白いですね。面白いですね、細かく分かれてて、はい、うん、なんか自分の気持ちがなんかこうやって色分けされてるみたいで、うんうん、まあ細かくしてってる、はい、これはこれでなんかちょっと気持ちよくなれるかなとは思ってます、はい、うんうん、なのでまた順番に、ま、順番にやっていきたいと思ってます、はい、というところでありがとうございました。ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。あ、最後に、はい、外交の人ほどうまく喋れないから、うん、ジョイナースって言われても、あ、まあそれはあると思うんですよ。どうせ自分が言っても人を楽しめられるわけじゃないし、うんうんうん、下手したら何か言ったらしらけるし、うんうん、私も疲れるし、うん、何もいいことないじゃんって頭でっかちになっちゃいます。それはわかります。なるほど。うん、でも二等兵はジョイナーズ、この自信がない人前で喋ることが、はいはいはい、でも今メリメリですけど、あいつうまく喋りますけどね、うん、その、まあ、頑張ってるって話じゃないですか。ああ、うん、なるほど、うん、例えば興味のない話とかされると、はい、僕多分何も喋らないですもん、はい、で外交の人たちって喋るじゃないですか、はいはい、興味がなくてもなんとかね、なんとかはい、うん、でリストさんもジョイナスって言われたら疲れますって多分そういうとこですよねきっと、うん、なるほど、うん、でまあ僕はどっちも分かる感じなんですよなるほど、うんうん、疲れさせてしまい申し訳ございませんでしたはい、あ大丈夫ですね、では落ち込みません多分あれなんですよ、例えば INTP とかだと喋、はい、ることがあれば多分出れると思うんですよ。これの説明をしてくださいとかだと多分喋れますよ。なるほど。で雑談的な感じだと何喋っていいんだろうみたいな。疲れるって、ね。疲れるって。なるほど。はい。ありがとうございました。はい。二等兵はじゃあ今の発言について反省し。はい、うん。まあいいんですよ。ジョイナースって言っとけばいいんですよ多分。あ、そうですね。そこまで気にする必要はない。はい。ありがとうございます。はい。